サリオスは日本の競走馬。主な勝ち鞍は2019年のサウジアラビアロイヤルカップ、朝日杯フューチュリティステークス、2020年の毎日、王冠。2017年1月23日、北海道安平町のノーザンファームで誕生。一口馬主法人、シルクホースクラブから総額7000万円で募集され、ノーザンファーム早北の木村弘隆厩舎で育成された。馬名の意味は、ローマ神話に登場する戦闘の踊りの発明者。母馬の名、サロミナからの連想だという。美保、堀信之厩舎に入厩。6月2日東京マイルの新馬戦に、ダミアンレーン騎乗で2番人気で出走し、中団追走から最後の直線で逃げ粘る1番人気、アブソルティスモをかわすと最後は2馬身差をつけて初勝利を挙げる。10月5日のサウジアラビアロイヤルカップは石橋修が騎乗し、単勝 1.5 倍の断然人気に押される。道中は4番手を追走し、直線で2番人気、クラバシュドールとの叩き合いを制し重賞初制覇を飾るとともに、1分32秒7の東京芝1600メートルの2歳レコードをマークした。レース後、生産者の吉田克美から勝ちっぷりが良かったね。来年のダービーは決まったかな、とリップサービス混じりで称賛された。次走には朝日杯フューチュリティステークスを選択し、鞍上にライアン・ムーアを迎えた。ここでも一番人気の支持を受けると、レースでは後位3番手追走から直線残り300メートルで一気に抜け出し、追いすがる武豊騎乗の大成ビジョンらをも突き放し、2馬身半差で完勝。無傷の3連勝で GI 初制覇を成し遂げた。なお勝ちタイム1分33秒0は、レースレコードで、本馬の馬体重 538kg は2歳 GI における最高体重優勝だった。レース後に、鞍上のムーア騎手は、すごく強い勝ち方。きっと来年も活躍できる。と同馬を称賛し、生産者の吉田克美も、クラシックに行くしかないでしょうと明言した。3戦無敗で朝日杯 FS を制したものの、2019年の JRA 賞最優秀2歳牡馬には同じく3戦無敗で、ホープフルステークスを制したコントレールが選出された。3月4日、同馬を所有するシルクホースクラブより、皐月賞へ直行することが発表された。COVID-19 の影響により、無観客競馬での開催となった皐月賞には、新馬戦以来となるレーンとのコンビで参戦。同じく皐月賞へ直行してきた、戦術のコントレール、弥生賞ディープインパクト記念勝ち馬、里のフラッグに次ぐ3番人気に押されると、レースでは、道中 4.5 番手追走から直線で鞍上の、指示に合わせて進出。最後は、外から進出してきた、コントレールと一騎打ちの様相を呈したが、叩き合いに1、2馬身差で敗れ、2着に惜敗した。鞍上レーンは、レース後に、直線で勝ち馬に比べて、うちの馬場の悪いところを走らされたことを敗因に挙げた。皐月賞に続いて、COVID-19 の影響により76年ぶりの無観客競馬となった5月31日の東京優駿では、皐月賞の上位馬が引き続き有力と目され、コントレールが単勝 1.4 倍で1番人気、サリオスは単勝 4.4 倍の2番人気で出走した。道中は馬群の中段を追走し、直線入り口で外へ持ち出したところで不利を受けて、外に膨れ、前を行く。コントレールを追ったものの3馬身離された2着に敗れた。なお、皐月賞に続いて、コントレール1着、サリオス2着という形となり、1983年のミスター CB メジロモンスニー以来37年ぶりに、皐月賞1、2着馬が、ダービーでも1、2着となった。ダービー出走後は、距離適正の観点から、菊花賞を回避し、マイルを中心に1600から2000メートルまでの路線を歩むこととなる。8月14日にシルクレーシングから毎日王冠に出走する予定であることが発表された。予定通り10月11日の毎日王冠から始動し、鞍上にクリストフルメールを迎えた。同じ3歳馬でダービーで4着の里のインプレッサや、東京校舎、大和キャグニーといった小腹を抑え、単勝 1.3 倍の圧倒的一番人気に支持されると、レースでは直線で楽な手応えのまま抜け出し、2着大和キャグニーに3馬審査で完勝。初の小馬相手に重賞3勝目を挙げた。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。